こんにちは、かなめしゅーるです。本日はちょっと透明っぽいクリアな感じのふわふわお花のピアスを作っていきたいと思います。なんかね、アジサイのモールドを一応もう年季が入って古い感じになってきたんですけど、これで花びらを重ねてちょっとふわっとした感じに見えるあの花のピアスにしてますね。ちょっと大振りのピアスを作ったので、あの透明の樹脂のピアスの軸をつけて、ふわふわな雰囲気で、最後にまたあのつけた感じのね雰囲気をお見せしたいなと。ちょっと実験的に違う、バラっぽい、見えないですね、作ってはみたんですけど、今日はこの、これはね3枚重ねなんですよね。これ3枚重ねね。これ4枚重ねてるんですよね。透明なのが2枚ね。この4枚重ねの色違いを作っていきたいと思います。ピンクのこの、これね、レジン父さんの桜なんですけど、全然使ってなくて。まあ、アジサイの、ピンクの色のアジサイが咲いててもいいかなと思って。ピンクの、アジサイをイメージして作っていきたいと思います。これがいっぱいあったらこうアジサイチックになるのかなって、写真を撮るときに、じゃあ4枚のこれですね、これを見本に作っていきたいと思います。真ん中のつぶつぶはちっちゃいつぶつぶと、あとは白とこのキラキラを、大好きなダイヤモンドっていうキラキラがあるんですけど、それとこのフロ、どこのフロかわかんないんですけどフロを入れて作っていきたいと思います。あとベースはお猿の涙のバージョン2、そしてちょっとだけね、あの作った時にちょっとだけ花びらを反らせるというところでペタンってなっちゃうからね、ちょっとだけ湾曲させてあの作るようにしていきます。あの柔らかく仕上がるので、口はちょっと違うやつをまたつけた。はい、なんかパソコンが開いてる。透明な部分から作っていきたいと思います。透明なところはね2枚重ねてるんですよね。このキラキラのラメが入ったのと、ちょっとだけラメが入ったのを重ねてるので、どうしようかな。これと見えないね、この3枚の花びらのやつを使っていきたいと思います。このモールド1個しかないんですよね。どうしよう、これボロボロになっちゃったら、ちょっと買った方がいいです。いっぱい、あ、いっぱい入れるバージョン、いっぱい入れるバージョンを作ります。いっぱい入れる。好きなやつで大丈夫。クリアな部分が重なってふわふわしない感じで、ふわふわした感じのふわふわ花びらに見えると思うんですよ。はい、サラサラ、マサラはサラサラなので、早速はみ出たんですけど、これで硬化します。はい、それじゃあこれですね、このまま、この中に入れてるうち、こっちが表になるので、取り出してからに、ちょっとまだね、柔らかいんですよね。なので、ちょっとだけ、気持ちカーブさせて、少しだけカーブさせて。割り、取ってる間に固まってきちゃうか。気持ち、指で、
指でかぶさせて、はい、次はお粉のキラキラを入れたバージョンを作ります。なるべく薄く作った方がいいかなと思って、ね、重ねちゃうかな。分厚かったら3枚ぐらいでいいかなと思うんですけど、全然見えないやつ。すぎる、気泡は入らない方がいいよね。好きな粉でいいんじゃないかと。薄めです。エンボスかけますか。これで硬化、トン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 硬化しました。60秒、柔らかい。これでちょっと反らせます。もう綺麗もう綺麗じゃん。こっちのツルツルの方が表に、こっちバサバサなんですよね。ちょっとね、これでちょっと気持ちだけ反らせた。はい、あんまりグンって反らさなくていいと思うんですけど、はい、結構もうすぐ硬くなってきた。はい、ピンクの部分を作ります。それじゃあ、これぐらいでかな。あまりにも少なかった。3でちょっと粉々を入れます。これ結構なんかパール感があるんですよね。パール感あるね。どうしよう、これ硬化しなかったらまさる。ほんのりピンクになった。もうちょっとピンクにするかな。敵ほかわいい、お上品な。全部入れるかな。全部入れるか。色をちょっとだけ微妙に変えたいかな。アジサイってちょっと可愛いんですけど、ちょっと残してるこの中にちょっとだけ色を変えたいので、この縁のせとこのロイヤルブルーを気持ちちょっぴりヘリにちょっとだけつけて、ここにちょっとだけつけた。あ、これ。それで、ちょっとだけ。気持ちいい、ちょっと紫。それをちょっと、真ん中に。別に一枚同じ色でもいいよ。
く見えちゃうかな。はい。これが、まあ、重なり方は、好みでいいんですけど。色の重ね方。ほう。どうですか。これで、これで硬化します。ああ、ちょっとふにゃふにゃ。こうです。ちょっと、私がピンクとかね。ね。大丈夫か。こっちが表。これにちょっと。あ、どのバランスか。手がピンクだからなんか、ね、よいしょ、少しね。で、一番後ろの不透明な部分を作りたいと思うので、ここの部分です。さっきここ作ったからね、最後の部分ですね。これに今度はもうちょっと足します。3滴ぐらい入れたかな。4滴入れるか。じゃあさっきここはするけど、でもこの白で気持ちいい。2滴3滴。ほい。これちょっとキラキラしてる方が怖い。になった。ここで一回気泡抜こうかな。ここでちょっと気泡一回抜こうかな。ほーい。もうちょっと入れてみようかな。色ちょっとさ、この間じゃない、ちょっとは変えたんですけど、ね、花びらで変えたんだけど、これもちょっと真ん中薄紫にしようかな。これにまたちょっとさっきのロイヤルブルー、これに白も一滴だけちょっと。すり混ぜる。すり混ぜる。さっきはさ、中心部分に入れたんですけど、ちょっと花びらの端1枚だけとかにする。同じ形のところに。ちょっと1枚だけとか。ここも入れていただけ。ここも入れる。結局全部入れる。ちょっと分厚くなってかな。そんなに分厚くしなくていいかなと。薄ピンク紫。はーい。よいしょ。裏表硬化させました。このぐらいだったら、なんだろう、これが、つかなくて。どう思います？ちょっと花びらをずらしながらやる。ちょっと、つかないでほしい。あと
後でね、レジン液で組み立てて、暖かいうちに少しやっぱり気持ちいい、そんなふんってされなくていいんで、プラバンと熱々の時と一緒です。はい、花びらを重ねていきたいと思うんですけど、2枚ずつ、こう、これとこれが一つの花になるんだけど、こっちと4枚が一つの花になるんですけど、これとこれを重ねて色がついてる。透明なのを2枚と、この下の、ね、色がついたやつを、これとこれを、ちょっとこう不透明なやつと、ちょっと栗が感のあるこのピンクをこう重ねていきます。なので、あんまり沿ってないんですよね。あ、マサルふにゃふにゃ問題なんですけど、まだ柔らかい。これちょっと危険かな。これ柔らかいですね。なので、このね、このこっちの裏につけてのこれをコートするみたいにして重ねていきます。これの裏にちょっくら塗ります。コートする感じで、こっち塗ってもいいんだけどな、こっちかなと思って、ほんわり持ってそしてこれを重ねる、ちょっと斜めっちょに動きますね。持ったらダメだ。花びらがこの裏に、これがキラキラしてて可愛かった。おら、ちょっとポテポテ、それでほら、この超花びらの形が違う。ちょっと重ねてこれで硬化します。はーい、さよ、火こう置いといて、ちっちゃくのレジン液がドデドデにつくのは嫌だな、どれどれに。なのでちょっとちょんちょんって3箇所つけといて、こっちも3箇所つけといて、重なるところに中心、この裏側に、あ、そんなぴっちり塗らなくても大丈夫。へえ、花びらのなんか違う形の向きが あるので、あと真ん中になんか穴が開いてるんだけど、そこがあんまりずれると傾きすぎるのかなと思って、花の花びらよ、花びらのこうなんですよね。ちっちゃい花びらと大きい花びらとあるかな、なるだけさっきピチョンピチョンと落としたところに密着するの。あとでね、裏をコートするので、もう全然浮いてる感じがする。ここら辺につける。はい。硬化したので、今度はこの2つを、ここに重ねていくということで、これを、重ねていきたいんだが、結構浮いてると浮いてるね。よいしょ。急カーブはしない方がいいよね、やっぱり。ほんとね、全体的にちょっとずらす感じかな。全く花びらが重なり合っちゃうと、重なり合うっていうかな、全くこう上下同じ感じになるよっていうかは、ちょっとずらす感じで、全体的な、ここに、
まだ今度はここにねちょっと接着したいはしてないんですけど、あんまり話ちょっと艶を、ここは後でも裏のところはなるんですけど、それで全部が全部重なり合わない方がいいの。だから真下の花びらがピタッっていうより、全部がちょっとずつずれてるっていうのがいいかなと。気持ち。気持ち、ちょっとずれてる感じ。横からじゃ見せられないね。これで。これも、ちょっと、まあ、硬化するまではさ、位置はぐるぐる回せるので、ここにちょっとつけといて、花びら、あーどうだろうな、意外とぽってり塗ってる方だと。あんまり湾曲しすぎると、隙間が大きく空きすぎるので、そこは問題だよね。こうかな。花びらは、動く動いてみますか。大丈夫かな。ちょっとぐらい動いてもダメ。戻っていってる気がする。動かしてもこれでなんとかなって感じです。はい、このちょっとピンクグリーンな感じのに、この薄い、これもねグリーンなんですよね。これをちょっと重ねて、こっちはこっちで同じ、さっきと同じやつを重ねていきます。ちょっと色違いバージョン、ちょっとつけとくね。はい、多分規則正しく塗りたい人は規則正しく塗っていいのではないか。はい、はっ手がくっついちゃった。行きまくってる、これで。こうは、どっかはくっついてないとね、浮いててもいいんだけど。どっかは、どっかはくっついてないと。後ろからもこうとするので、隙間のところはね、こうとするので、あまりにも、それを入れすぎないこと。気持ち、反ってるぐらい。はい、これこれね、バランスがやっぱり花びらが大きいのとちっちゃいのとあるから、これでちょっと透明な感じだから見えにくいけど、はい、これで硬化します。そしてこっちも場所聞かない、まだ柔らかいね。これとこれをまた合体させたいと思います。こっちの裏に、透明のレジン液、結構大胆に押した。はい、ちょっとここ広げてもいい、あとでコートするんですけど、はい、はーい、お、あんまり重なり、上下が重なり合わない方がいいっていうのは後でこっちからお見せしたいと思うんですけど、これがですね、結構まだこの一番後ろのがね、色をつけてるやつが柔らかいんだよね。
なのでちょっと包み込むように、分かる？こう、こっちに木折りに倒してもしね、それが可能だったらの方がこじんまりこう固まる。この子たちはもう結構、うん、でも結構色をつけてるマサルは柔らかいよね。でも後ろもコートするので、ね、これもねこうピンってなってるけど反らしてまとまりがあるようにした方が可愛いかもね。花びらがまだ動かせるようだったら、あんま動かしてたらパチンって外れちゃうので、そしてじゃあこれの真ん中につぶつぶちゃんを乗せていきたいと思います。では、真ん中につぶつぶを6粒かな、2、4、6、あ、7粒だ。真ん中に1つと周りに6個で、この中心部に乗せられるので、先にちょっとこの穴が開いてるので、そこに1個玉が多分落ちていくと思うんですよね。だから8粒じゃないかなと。ちょっととりあえず置いておこう。そして多分1個ここに真ん中に落ちての、8粒だと思うんですよね。なのでい卵みたい、ごめんねすいません、見せないように頑張る。多分真ん中に一つ落ちてっちゃうと、もうこのくぼみに入ってっちゃうので、その上にもう一つ乗っかる感じになります。ストンって多分落ちてっちゃう、だからその上にもう一個乗って、あ、開いてる卵、うん、あんまりあやまくらなくてもいいかもしれない。こう。うん。はい。そこを中心にいちご。適当すぎる。2、4、5。真ん中に1個。すると広がっちゃいすぎる。もう一粒乗せようかな。ちょっともうちょっと広がっちゃう感じだけど、もう一粒。これでちょっとねグリーンがかってるんですよ。黄色に見えるけど、まあ黄色っぽくても可愛いよね。で、はい、硬化します。60秒かな。はい、ここまでできたので、あとツヤを出していきます。まだねちょっとツヤが出てるところもあるんですけど、裏塗ってね。でも全体的にまだツヤっとしてないので、これをツヤ出していきます。最初にここの裏塗っとくかな。どうしようかな。金具つけるときに裏塗った方がいいかな。表からじゃあ、表の濡れる範囲で、コートしていきます。こっちもね。表と、この花びらの裏側の隙間のところと、なんかちょっと塗っていきます。なんかちょっと塗っていきます。コートもマサルで、今日は全部マサルで。じゃあ、お手手に持ってもいいんだけど、後ろのところを持って、いっぺんにコートできなかったら何枚かずつでも全然いいと思う。見えてるところだけ、最初に表だけになって、次にちょっと硬化させといて、持つとこなくなっちゃうからね、硬化させといて、また次裏側塗るとか
ても全然大丈夫だし、なんかもう2枚目のね花びらは裏側も縫ってるからね、2枚目違う、上に乗せた分の花びらね、うん、こうとしてるけど、これでちょっと隙間の接着にもなるので、ね、浮いてるところ結構強引技で筆を隙間に入れて塗っております。そんなにムラは、ムラは気にならないと思うね。裏はまた、とりあえずは、表が丁寧に塗れてたら、これで硬化します。よいしょ。ここずつ。ちょっとツヤツヤになった。貼ったまんま、コートしようか。表だけ、とりあえずコートして、裏から、あと、コートするっていう方法にします。持ってたからね、とりあえず表のこう見えるところ、さ、あの貼り合わせるときにコートしてるから1枚ずつね、なのでなんかムラになってる感じのところだけ、ふわふわに見えるっていうのが一番なので、あんまり隙間に泥って埋めすぎないこと、あ、でも固定するには埋まってる方がいいんだけど、1枚ずつはねバランってなる、しかしながらそこが泥って埋まっちゃうと思う、あまり無理しない程度にコート、ちょっと玉のところも、玉のとこ固定コートしよう、はーい、もうすぐちょっとパパが起きてきちゃうから、まだね歯のそんなに透明感もないし、一番下はちょっとまだ塗れないな。あと金具っていうか、あのピアスの部分、ポストっていうポトス、ポスト、手袋はしてた方がいいよね。何回もほら手洗わないといけなくなって、洗剤の方がなんか主婦の人は洗剤使う時間が長いからね、よいしょ、でだから手袋も汚れたら変えた方がいいよね。これで硬化します。花びらがガタガタになってないことだけを祈ります。はい、ツヤが出たので、あの透明感があってキラキラ、花びらが1枚ずつがキラキラじゃん。そしてこの後ろ側のどこにつけようかなって上下がちょっとだけ上下ができたりするので、こうかなっていうとこに、こうかな、こうだったらここにつけたいんですよね、ここ、この部分、ここじゃなくてここにつけたいんですよ、あのあれをピアスの、なのでこう見たときにここが上にしたいなと思うよ。だからここの、ここの隙間のとこ、うん、こ
うでもいいのかな。上下が絶対あるもんね。ここかな。だからこうかな、やっぱり。ここの隙間とここの隙間ね、に、ピアスの金具を取り付けたいと思うんですけど、やっぱり接着剤で一度固定して、透明感はあるんだけど、透明なやつはさ、透明だからさ、裏側もちゃんと硬化するっていうやん。レチン液がね、だけども、レチン液で接着っていうか、きちんと接着剤をつけて接着します。脆いからね、薄くでしょ、だって薄くつけて薄く、上に盛るコードぐらいしかしないってことだから、接着剤を必ずつけます。ちゃんと調べてね、金具、なんだっけ、レジンでも接着できるかとかね。まだすぐはちょっと動かせるので、これでちょっと固まるまで。そしたら大体固まる。こっちから見て、この位置にピアスのがあるといいなって思うと、この位置って一番外側の花びらにつけるんじゃなくて、この一個奥まった花びらに取り付けるよ。まあ、好きなとこに取り付ければいいじゃんと思うけどちょっと一個この外側じゃなくて、この一個内側に、ここじゃなくてここに接着します。接着剤もね、見えちゃうところは、だからさ、段がつかないようにしてないとダメだね。ここのさ、隙間があんまり今みたいにないとさ、ガタついてるとこれが濡れないから、ここの裏の花びらのところはコートしないで次の段階待ってる方がいいかもね。これでしばらくこの硬化 の接着剤の硬化の時間を待って、これをこうですの、この軸が接着剤が固まってくれたので、ちょっとコートしていきます。ここはねポッティですね。この上はちょっとポッテリめに動かしたい。はい、ここは高さが一緒ぐらいなるぐらいぐらいな。軸が短いやつとかあるね。はい、そしてあと花びらをこうとして、ここは裏は透明感がないので、そんなにあれかなと思うけど、でもやっぱツヤツヤピカピカしてる方がキラキラ感が映える。まあ、塗り足らないとこまた後で、いつでも入れるので、とりあえずはそのこのとこと裏のとこをきちんと、今回はねそんなにジャーって流れたりしないしね。吸い取っちゃった。そこポッテリしてて。はい。裏に流れていかないぐらい。これをそのレジン液だけでコートし、塗ってせ、固定して、またこのコートで
固定してそんなに強度が出る？強度出なくていいの？強度がない？金属系はね、裏に光が入らないからさ、未硬化がやっぱり何がっていうのは、やっぱレジン液の未硬化は怖いよね。お肌につけるようなものの未硬化は怖いかな。ちょっとここは後でバリ取らないといけないとこ。はい、お、これで硬化します。さっきのと一緒にところに入れていこうかな。よいしょ。あれ起きてこないね、パパ。何やってんだ。二十何分かに起きてくるんだけど、いつも。どうしたんでしょう。ちょっと起こしてこようか。起こしてきたくないね。起こしたくないけど。完成しました。今日はふわふわのお花のピアスを作りました。ちょっとアジサイの色味を、アジサイの色味を意識して、このピンク紫っぽいふわふわの4枚重ねにして仕上げています。でもね、1枚ずつが薄く作ってるので、見た感じより全然軽いんですよね。そしてちょっと色違いを作ってみました。でもね、ちょっと片方ずつ片方につけても可愛い。それはない。それからちょっと濃い色のバージョンも作ってみて、この色違いのバージョン的にはこの腕が紫の雰囲気になります。ちょっと一個ずつ紹介していきますね。今日作ったのはこれですね。試作のこの雰囲気からちょっとね、よりちょっとこれ紫の色も入ってピンクの色も濃いめに作ったんですけど、今回ちょっとより薄い感じに作りたいなと思って、で花びらの色っていうかな、花びらのこの重ね方としては一番上がクリアで、2番目がちょっとあのパール感のあるお粉が入って、それからちょっと薄めの着色キラキラが入ったのと、最後にちょっとラメは入ってるけど、パールは入ってるけど、ちょっとね、不透明になりたくないなと思ってクリアのあの白を混ぜてるんですけど、まあ良い感じに透明感も残しつつ、こうお花のふわふわの花びらの優しい感じが出てくれたらいいなと。可愛くできた。ちょっとお姉さんにつけてみます。このお姉さんですね、いつも同じお姉さんですね。なんかね、結構肌なじみが良すぎて、良くて色がパッと見わかんないよね。さあ、でもブラウスとかちょっとワンピースとかに似合いそうな、なんかバカンスしてなくていいかなって。大ぶりですけど優しい感じの。そしてこれね、あ、そうですね、そしてこのグリーンのやつもつけてみようかな。薄いグリーンですね、これが。はい、
こっちの方がこのお姉さん似合うんですよね。このお姉さんはこのグリーンの方が似合うの。ほら、お肌にも、ね、はっきりするでしょ、グリーンの方が。ピンクに戻すの？なんかぼやっとするんですよ。なんかぼやっとするでしょ。なんかお肌ともうぴったんこ馴染みすぎって感じ。はい。グリーンの方がこのお姉さんが似合う。ちょっと濃いめのグリーンにするね。よいしょ。濃いめのグリーンの方がより一層似合うのかな。なんか爽やかな。なんかさ、グリーンっぽいアジサイもあるしね。はい。これちょっと試作で作った花ですね。これからの進化で、ちょっとね、花びらの、こう、なんていうかな、花びらのバランスを、がちょっと悪くて、最初に作ったやつはね、ちょっとバラバラに積み重ねたみたいになってて、でもそっちの方が逆に立体感があるのかな。あの、花びらが踊ってる。バラバラで、花びらの、主張が、あ、こっちの方がいいんだ。今日作ったのはね、ね、ちょっとちゃんと重ね方を計算してやったんですけど、でもキラキラしてて綺麗な感じに。紫、はーい、ほんのり紫。さあ、これね、この紫の部分が、だからアジサイのドライフラワーをそのまま閉じ込めた雰囲気に見えるんですよね。あの3枚の花びらのやつあるじゃない、あれを使って作ったみたいに。使ってないんですけど、レジンで作ったんですけど、ほら、これも好き。これは3枚重ねの、あの、やつですね。はーい。そして、ちょ、もう試作は試作の試作中の試作みたいな。バラの花を中心につけて。ちょっとね、バランスがね、これもちょっと改良して作ってみたいなと思って。氷のバラみたいに見える。ちょっと良い感じ。涼しそうではあるんですけどね。はい。そして、ちょっと、こう、水仙を意識した感じの、真ん中にクリアのお花のパーツを乗せて、水仙っぽく仕上げています。黄色で作ってこう、まあ、黄色？クリーム色系で作ったら水仙に見えるのかな？そういう雰囲気で。なんか架空のお花みたいになってるんですけど。ここね、真ん中がちょっと飛び出た感じに仕上げています。はい。エビはでも可愛いかなって思いながら、ちょっと私の指にどうかと思うけど、エビはもう作ってみたいなって、ちょっとお揃いでね、思いました。とかね、あの、なんだっけ。バレッタっぽいところに、こう3つぐらい。でっかいけどね。なんか、それこそほんと浴衣の髪飾りに。グラデーションが効いたお花を重ねてつけるのいいかなと思って、まだもうちょっと作っていきたいなと思っています。できました。お、はーい、かわいい。集めたらアジサイっぽく、ちょ待って、ピンクがメインだからね。ピンク、今日作ったピンクがちょっとメインで、手前に置きたいな。できそうですか、ちょっと不安定な。これが、ちょっと作っていた。で、横向きにさ、こう、つけたいなって思って。横向きにね、この金具が横向きにつけたんですよね。何って感じですよね。石ころみたいに見える。とか、なんか貝みたいに見える。貝。ハマグリみたいに。わかんないけど。ハマグリみたいに。
あー、なんか地味だけどよくわかんない感じではい、じゃあ今日はこのね、花のこれがメインなのでつけて終わりたいと思います。はーい、あー、くるんって回った。このお姉さんはグリーンが似合うけど、あー、でも私はピンクが好きなので、これで今日はと、アジサイをね、ちょっと意識した色味でふわふわのお花のピアスを作ってみました。また、ピアス以外にこう、パレットとか指輪とか、指輪、リングね、もう作ってみたいなって思っています。もっとね、あの、いろんなバリエーションも増やして、増やしていきたいなと思っています。では今日はこの辺で、長い動画をいつも見てくださりありがとうございます。ではまた。バイバイ。